ミロスラブ・クジュレジャは、クロアチアの小説家、詩人、劇作家。オーストリア・ハンガリー帝国の、クロアチア・スラボニア王国ザグレブで生まれる。ハンガリーのブダペストにある、ルドビテウム陸軍士官学校に進学。1914年より著述し始めるが、第一次世界大戦中の1915年に、オーストリア・ハンガリー帝国軍人として参加し、 翌年になって東部戦線のガリツヤに送られた。戦地から帰還後、本格的に執筆活動に入る。クルネジャは多作で知られ、代表作の多くは戦艦期に書かれている。1922年に発表されたクロアチア兵士が主人公の反戦短編小説、ハーバーツ・キボグ・マーズにより、名声が本国内で鳴り響く。 その多著名な短編小説には1932年刊行のハイリアドアイイエドナスマートがある。戯曲では表現主義、また自然主義やリアリズムの作風が多く代表作の一作とされる1928年に発表した上流階級の一家が家族内の矛盾から一家破滅に至るリアリズム戯曲ゴースポダ・グランバージェビーはヘンリック・イップセンの影響が見られる。 本作は、クロアチア文学随一の儀曲とされている。長編小説では1932年に発表された、ポブロトック・フィリッパラ・ティー・ノ・ビッシュザ・ガクジュレジャの長編小説としては最高傑作とされ、完成された最初の近代クロアチア小説とも評される。それから1936年に、哲学史集バラード・ペトレス・ケレンプ派を発表した。 マルクス主義に感化されたことから1918年にユーゴスラビア共産主義者同盟に加入するが、政策や芸術における意見の食い違いから1939年に除名された。またクルレジャは第二次世界大戦中のパルチザンの参加を拒絶した。戦時中はザグレブでイン遁ン生活を送る。そのため一切の発言は沈黙とされ、作品の発表も皆無であった。 戦後間もなく1947年に、ユーゴスラビア科学芸術アカデミー副総裁に就く。さらに、ユーゴスラビア作家同盟議長や百科、辞典研究所所長といった住職を歴任、ユーゴスラビア百科辞典を刊行した。ストルガシノ・ユーベキン刊賞、ヘルダー賞、ブラディミル・ナゾル賞、ニー賞、オーストリア国家賞などいずれも受賞を果たし、 ノーベル文学賞に9年連続ノミネートした。ザグレブで1981年に他界し、ユーゴスラビアで国葬が取り行われた。ありがとうございます。